11月9日です。まだメバルシーズンは早いだけど、来てみたらね、この真っ昼間からねパチャパチャボイルしてるんだよね。ちょっとカメラには映んないかもしれないけど、でパチャパチャボイルしてるんで 1.2g ジグヘッドにワームでやったんだけど、どうも網食ってるみたいでね、昼間の網付きって結構厄介。あのリグがちょっとでも大きいとなかなか食ってくれなくてね。でこれこんなちっちゃいの、クリフライフックですの自作のジグヘッドにこれスプリットでやったらパタパタっと2匹釣れたんで、カメラ出したんですけどカメラ出したら釣れなくなるんだよね大体まあやってみましょう。よし、ん？ライズがなくなったな。ちょっと潮が緩んで今潮止まり寸前なんだよね。よし、ああ加えたけど流れがね結構一方通行じゃなくてフラフラ動くので、流れの方向とそのこのリグをねうまく同じ方向で流れないとね食わなかったりするのよね。昼の厄介なとこはそこだよね。で本格的に活性が高い時はもうあの 2g とかのワインドで普通に食っていくんだけど、今日はねそこそこ厄介。ちょっとね見切られちゃうんだよね。うわ当たるんだけど、ちっちゃいの食ってんだ餌が。だからね大きな口開けてスパッと吸い込んでくれないのよ。これはもうしょうがないね。ベイトに、よし食った。なんだなんだなんだ、白いぞ。アジか、なんだこれ。あ、メバルじゃないか。おお、いいよこれ白いと思ったら、あの黒メバルのお腹が思いっきり白いやつだった。ほらうるさいぞ。昼までこれなら一緒。これ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 、ほら飲み込んでるね。釣れてくれた、嬉しい。これはすっぱり飲んでくれてるね。タイミング良かったな。あの風向きと潮の流れる方向とメバルがさ、あの潮が向いてるのよね、どうしても頭が。こんなちっちゃいんだよこれワームの先っぽだけカットしてつけてる。瀬戸内の綺麗なブルーバックでした、うん、いいね。19.5cm です。はい、サンキュー。よいしょ、いいね。明るいうちに釣れてくれると楽しい。釣れる間にバタバタ釣ろう。ちなみになんですけど、ブラック三兄弟ストレンジエレクトロをですね、ちょっとこうフルリニューアルしたいなと、うん、ということで、あのブリーデンさんにお願いしたらやりましょうってことでね、今テストしてます。どうなるか分かんないよ。どういう竿に仕上げるかは内緒の秘密内緒の秘密だけど、うん、なかなかいい進行の仕方してます。ちょっとワクワクしてんだよね僕も。今はこれはストレンジ使ってます。ストレンジのニュープロとね、ストレンジのニュープロとにこれは、ブリーデンフィネスフロロの 0.5。 今日はねあの
まあメバルも狙ってきたんだけど、夜になったらアジ釣ってやろうと思って。うん、え、夜になったらメバルじゃなくてアジなのって思うでしょ。あのね、結構僕いつも言ってんだけど、この11、12、12くらいまではね、あのわっぴょんきちくなっちゃったよ、この季節はね、あれなの、夜より昼の方がね、ずっと釣りやすいのよメバル。本当にメバルはね、ナイトゲームで発達してきた釣りだけど、もうこのシーズン初期に関してはね、もう圧倒的に昼の方がね、釣りやすいパターンがあるんです。もうない、毎年そう、ずっとそう。うん、あの数も出るしサイズもいいんだよ、昼の方が。下手すると2月なんか特にそう。2月のね、産卵期の真っ只中だとなかなかさ、夜いいメバルが釣れなかったりするんだけど、それがね、昼間やると結構25センチとかね、いいのが出たりするんだよ。よし、復活です。さて、まだいるかな。潮止まり寸前なんでね、潮が動かなくなったらこの手の釣りはね、アウトです。潮が動いてる間にとっとと釣らなきゃいけないんで、ね、よし、行ってこい。今ね、小雨が降ってんの。小雨が降って海面をね、叩き出したらね、メバルがライズしなくなっちゃった。まあ単純に潮の流れがちょっと変わっただけかもしれないけど、パシャパシャね、多分網を捕食してんだろうけど、水面出てたんだけど、急に今食わなくなった。よし、食ったって文句言ったら食ったぞ。よし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 。文句言うと僕の場合はブツブツ言わないとダメなんで、大体取材の時でもよくね、ブツブツ言ったら、いて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 、レオさん愚痴言いますねとか言って記者さんに言われて、よくブツブツ言ったら釣れちゃったりして。今度赤です。赤が釣れ出すとサイズが下がっちゃうんだよね、こういう昼の釣り。特にやっぱ黒メバルの方がサイズがね、いいことが多いです、昼間は特にね。赤のね、グッドサイズはね、全然居場所が違うので、こういうあの浅いところの水面にね、なかなか浮いてこないですよ、瀬戸内の赤は。ある程度水深があって岩がゴロゴロしてて、その岩の隙間にね、赤のでっかいやつが入ってるんです、尺が。そういうのはね、なかなか岸から釣るチャンスはね、非常に少ないですね、瀬戸内の場合ね。和歌山とかのね、磯だとほとんどのメバルが赤で、でかいのがたくさんいるんだけど、瀬戸内は今はもうほとんど黒メバルですね。白も数が少なくなっちゃって、本流20メーター水深の本流ボトムにしか白のでかいのがいなかったり、入れ食いだよ入れ食い。雨が激しくなってきました。もう1匹ぐらいで終了もうたくさん釣れるの分かった。うん、これはもうもうヒルメバルの、ハイシーズンにこう突入してるなって感じです。もう間違いなく、もう毎日いつ来ても楽しめる感じがするね。こういうやっぱりね、そのまあここは明かりは全くないところなんで、夜になってもね。で、道路があって岩場があって、でもう目の前があの本流筋で、沖の本流がね、ぐわーっと流れてきてね、ここ当たるんですよ、あの込みでも下げでもね、ガンガン流れてるの足元。昼のポイントはこういうとこです。岩と藻が絡んで流れがある。でやっぱりその餌の通り場所、網なんかが
几帳面でこう流れてくるとこってね、だいたい決まってるんですよ。そういうとこ見つけると釣れるの。バカバカ。よし。よし、黒でしょ。ね。黒って言いながらお腹白いんだよね。黒目がだって真っ白なんだ。でもこう背中が黒いと。緑色、ブルーバック。あ、かなりピチャピチャになったんで。お昼の分もこれで終了。ありがとう。おはようございます。今時間はね、見えないか6時50分やっぱりね、ポイントによって季節のタイミングによってこうメバルがガサッとつくとことつかないとことあるので、そこはね、やっぱりいきなり知らない土地に行って探すのもね、楽しいんだけど難しいのは難しいだけど、まあお昼にあちこち探索を繰り返してるとね、必ずマイポイントっていうのはできるので、でもまあそのお、食った食った食ったよ。おーいいぞおーしよ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 しおーしよ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 しおーしよしよしよしおーいいんじゃないか。おー突っ込む突っ込むおーしゃ、いいメバルだ。あ、危ない危ない危ない、切れそうおーし、いきなり朝一一発いいのが出ました。うら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 見たこれでかい、むちゃくちゃ嬉しい。ちょっと逆光かな。よいしょよいしょよいしょ、ほらこんな立派なの出ましたよ。ラインがね、これアジング用で、フロールの 0.5 なんでね、ちょっとビビったねあの流れの中でね、ちょっといいサイズ来たらね 0.5 号ぐらいだね、切られることあるからね、えってたドラグを、しっかり調整しとかないと。いやー、いいの釣れた、嬉しいってよしよし、いいぞこれ、いきなり。よし、頑張りましょう。いやー、いいの出たね今ね、ルアーこれです。ジグヘッドはね、キラーダートのこれ 1.5g にネジネジ、カラーの名前ちょっと忘れちゃったけど、薄緑っぽいクリアにラメが入ったやつ。日中からいい仕事してくれますよ。よし、続いていこう。昼はね、もうあの夜は、昼も夜も基本的にはその流れがあって夜があるところにメバルものすごくつきやすいんです。だけど昼は特にと思った方がいい。夜はね、お
夜はある程度こう散らばったりするんだけど、お昼の場合はもうその流れの夜にこう集中的にみんなが集まってて、他の場所にはほとんどいないような状態になるんで、いかにそのメバルが集まってるところをね探り当てるかですよ。それとレンジ、活性が高くなればね、あのこう上見てホバリングしてんだけど、5、60センチ上を通してもパカッと食ってくんだけどね、活性が低いと頭の少し上ぐらい通さないと食わなかったりするから、まあその辺状況に合わせてやるしかないね。よし、食った。また食わせたよ。よし、今度はまあまあ可愛いサイズ。はい、可愛いと言ってもね、これはもう瀬戸内レギュラーなんだよ。うん、可愛いと言ってもレギュラーサイズ、悪くはないです。これで18センチ、さっきのは22、3ぐらいあったよね。はい、キラーとアウトにネジネジです。いやー、天気はいいし、いい釣りできてるよ今日。もういきなり最高。偏光グラスをするとね、よく見えますよやっぱり。うん、足元いっぱいいるのメバルが。偏光グラスかけるとよく見える。ただこの足元のね、潮の動いてないメバルはルアー通してもね、知らん顔してる。うん、要はあの空気のないやつがこういう流れの緩いとこで、流れの速いとこでくたびれるじゃん、やっぱこう泳いでないと。そいつはね、餌を食べに出てるのよ。で空気のないやつは疲れるから、その緩いところでね、いっぱい並んでるの。全然食い気がない。知らん顔してる。お、よし、食った。流し込んでたら食った。ドリフトさせてたら食いました。あー、バレた。じゃんじゃんくそ、流してたら食った。うん、やっぱり昼のメバルが非常に流速とかね、要はその潮の動きにいかに左右されるかっていうところをね、覚えていただくと、今釣れないからといってそこを立ち去らなくて済むんですよ。これは今潮が動いてないから釣れないんだと、動き始めたら釣れるんだっていうね、明確な認識が持てたら待てるじゃないですか。でも知らなきゃ待てないよね。ああ、釣れないや、よそ行こうってなっちゃって、うん、結果的にその釣るチャンスを逃してしまうみたいなことに、ね、なっちゃうんで、昼にメバル釣ろうとするとね、その辺が相当重要ですからね、やっぱり。前半ね、バタバタっと釣れて潮止まりで休憩してたんですけども、うん、満潮からね、少し下げの潮が効き始める時間帯なんで、また改めてやってみるんですけど、まあ、前半普通のジグヘッドね、1.5g に、ネジネジとかね、いろんなワームつけてやってみたんですけどね、どうやら餌が小さくって、普通サイズのリグだと食わないということで、フライフックのね、20番ぐらいにちっちゃいジンタンオモリを打った自作のマイクロジグヘッドに、ワームの尻尾だけを刺したいなと、マイクロリグにしたらね、うまく釣れてくれたんです。僕その時点でまあ思ってたんだけど、まあ絶対カブラの方が簡単だろうと、いうことで、この今からの下げ潮はね、カブラでちょっとトライしてみます。もうね、本当にカブラって瀬戸内に限らずね、以前のメバリングアカデミーでもお見せしましたけど、東北でもカブラむちゃくちゃ効きましたし、日中、特に日中のね、カブラゲームというのは非常に簡単に釣れるので、
またそれが再現できたらなということです。でちょっとまああのデイの流れの中にいるメバルを釣る予定をね、本当は一緒にこの場所で、どういう流れがあって、その流れに対してメバルがどうついてるのかね、その見ていただくのが一番いいんですけども、なかなかねカメラでねそれが捉えられるかどうか、ちょっと今からカメラ手持ちにしてね、撮影してみます。まあ現場はこんな感じですね。道路があって、これ埋め立て地なんです。で埋め立て地の外側のこういう敷石があるところでやってるんですけども、まあ今僕がいるところと向かい側に島が見えて、海峡部分ですからね、流速がすごく速くなってるところなんですね。その本流の流れがこの目の前を通って、で、足元のこの壁にぶつかってるんですね。でこういう岸際の捨て石際であるとかね、ものところに流れがあるところにメバルがフィーディングに入ります。偏光グラスをかけてこう歩いて探すんですね、僕なんか。で実際にそのメバルがいるのを見つけて釣りを始めるんですけども、どこにいるかな。これね、肉眼だとあそこ一匹いますね。いいねだろうな。ちょっと釣んないな。あのね、うっすらと、実際肉眼でもね、見慣れてないと分かんないんですよ。いるんです、あの中にね。これ偏光グラス通したら分かんのかな。ちょっと偏光グラス入れてみましょうか。見えるかな。2メーター、3メーターぐらいのところにいるんですよ。もっと浅くて浮いてるところをちょっと映してみましょうかね。さっきまでね、たくさん浮いて、あそこへね、集団で見えるな。ここへね、小さいのがたくさん浮いてるんですけど、また沈んじゃったな。これはちょっとメバルじゃないんですけど、スズメダイがねたくさん見えますね。見えるかな。このスズメダイって黒いんですね、肉眼で見ても黒いんですけど、このスズメダイがいるとね、大抵メバルもね見てくれるんです。ただ不思議なものでね、スズメダイより下にいるんですよ、メバルは。よくだからスズメダイがいると、そのスズメダイの下のレンジをね、リグを通してみると案外パンパンと釣れたりするのでね、そういうのも気をつけてやってみてください。はい、リグの紹介です。ブリーデのライトリグシンカーですね。でカブラ、これはこれ15かな。もう少し小さい方が今日の状態だといいんだと思うんですけど、今日15しか持ってきてないので。はい、カブラね、メバルがね非常によく釣れるルアーで、本当に僕も昔からよく使うんですけど、カブラのいいところはねもう一つあるんですよ。こういう今もね、僕水の中に、ここ今たくさんね浮いてきてるんで、今だったら撮影できるんですけどね、実はクサフグがたくさんいるのね。でルアー入れると、ワーム入れるとクサフグにガジガジにやられちゃうじゃない。カブラね全然大丈夫だからね。そもそもね、なぜかクサフグはねカブラには食ってこないです。知らん顔してる。ワーム入れるとさーっとパクッとくるんだけどね。よし、行ってみましょう。ちょっと場所を移動してね、少し魚影が見えるところがあったんでやってみます。
風があるので少しカウントして沈めさせて、そこからスローリトリーブ、時折スイッチ入れながら。よし、食った。ほら、いるとこ見つけたら一発なんだよ。いるとこ見つければ。よっしゃ、おお、まずまずのサイズです。まずまずです。よいしょ、いや、瀬戸内ブル。ほら、カブラね、流れがあって活性が上がってて、その居場所を見つけさえすれば、やっぱりカブラ強いよね。うん、まあ磯ベラとかクサフグのね、ゲロウ君たちが邪魔しないんで、そこもカブラの強みだし、まあ邪魔されるされないじゃなくてね、本当にカブラはね、メバルには景気的です。特にこの時期ってね、まだ明かりについたりせずに昼間の釣りになっちゃうので、そうなるとね、結構カブラの特段状です。よく釣れますよ、やっぱり。先リリースします。よいしょ、まあ魚皮とね、この緑色のところが魚の皮なんだけど、魚皮とティンセル、ね、この両方が非常に効くんです。はい、で少しこのキラキラのフラッシングのある糸を2本ほど少し長めに取ってあるのが、メバリブリーデンメバリングカブラの特徴で、いつもね効くんですよ。はい、白いとこがフラッシャー、白いとこフラッシャーで、このキラキラしてる2本のヒゲがティンセル、いい感じです。メバルの、メバルが食いやすい高さ、食いやすい角度からスーッとこういうちっちゃい餌が流れてくると、お、はい、そこなった。たくさんいてどれもこれもが食ってくるわけじゃないんですよ。やっぱりその、なんだろうな、自分の射程距離に入らない限り彼らは食ってこないので、だからみんなよく勘違いするのがね、メバリングしてて巻いたから釣れるって思っちゃうんです。だから結果的に巻いてるよ、僕今結果的に巻いてるけど、巻いて動かしたから釣れてんじゃないんです。巻くことによってメバルがいるところの目の前にルアーを運ぶ作業なんですよ、巻くっていうのは。ガーッと動かしてそれを追わせて食わせるんでね、その青物なんかを釣るときと、その動かして食わせるってことの意味合いがね、メバルの場合全く違うので、そこをね、錯覚しないようにしないと、うまくいい結果出ないです。メバルが並んで待ってるところへリグを入れるための作業が巻くという行為なんです。だから巻かなくてもメバルがいるところに入れられる状況下だったら巻く必要ないから、僕がよく巻かない釣りって言ってるのはそういうことを言ってるわけですよ。巻く必要ないんだもん、だっている場所分かってるんだから。そこで適正に、メバルが食ってくれるスピードでフォールさせたりとか、浮かべておいたりとか、トゥイッチ入れて止めたりとか、巻く必要がないんですよ。そういうことなんですよ。よいしょ、さてテトラタイですね。まあここもご覧の通り、潮目が映ってるかな、左から右へ、今潮が流れて、左側の方はかなり潮近いんですけど、あの辺は流速が速いんでメバルがついてないです。こっちの少しね、潮目がこう開いて離れたここの懐、ちょっと緩いところに餌がたまりやすいし、メバルもたまるということでね、カブラで攻めていきます。よっしゃ、来た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 、よし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 、おおおおお、
足元不安定なので。はい、ブルーバックです、クロメバル。うん、今日は、ああ、いた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 、今日はなかなか好調ですよ。21センチ、悪くないね。うん、はい、あの数がたくさん出た、小型なんだけど数がたくさん出たポイントに比べて、ここの方がね、水がきれいなんですよ。うん、だからやっぱりあの最初の場所っていうか、小型がたくさん釣れた場所は水がね、白濁りしてるって僕言ってたでしょ。だからね、メバルが多いんです。こっちはね、墨塩なのでメバルがちょっと少ないんですけど、その代わり多分食ってる、狙ってる餌が違うんですね。サイズがいいんです、こっちの方が。多分だからプランクトンを食うためにここにいるわけじゃないみたいね、ここのメバルは。小魚とか、さっきちょっと左の方で 2,3 センチのベイトがたくさんいるのが見えたので、そういうのを食ってるんじゃないかなと思います。で、今日はね、アジング半々で来てるので、ちょっとまあテストもあって使ってるのがストレンジなんですけど、できればエレクトロにしてください。こういう場所でやるときは、こういう場所というよりはメバリングはやっぱりエレクトロの方が基本的に向いてます。ストレンジだとティップが細くてね、やっぱりティップが入っちゃうんで、かけ損なうことがあるんです、貫通させず、切らずに。アジはね、35センチでも40センチでもね、ここの周りが柔らかいのでサクッと刺さるんだけど、メバルはね、もうちょっと25センチとか超えると分厚くて硬いので、ストレンジのティップパワーじゃね、貫通できないです。で、よくバラシの、バラシとかポロリって落としたの原因になるので、やっぱりメバリングはエレクトロの方だと。あるいは TE74 のね、フォーチュネートで。プラグ使ってたら関係ないんだけどね、こういうシングルフックのカブラだとかジグヘッドだとね、そういうことが起こり得るんで、メバルの吹きは少しパワーのあるロッド。シーズン始まったばっかりなんで、メバルの数がね、少ないんですよ。僕はもう本当にハイシーズンの時にしかここに来ないので。